やるほどくださいと、やるとスピードワゴンはクールにさせ。皆さん、この世界の作品において BGM というのは非常に重要でございます。そして私たち YouTuber に一番ゆかりのある BGM って何かご存知ですか？きっとそれぞれだろうな。一番ゆかりのある BGM カルメンじゃない？まあまあニアですね。あ、ニアなんですか、うん、天国と地獄。ああ運動会のやつだな。競技中っていう意味で YouTuber 非常に使いがちなんですよ。でそこでやりたい検証があるんですよ。この前あの YouTube のカメラドーピングっていうあったじゃないですか。あれと似てるんですけど、玄関入ってきていきなり天国と地獄いきなり流されていきなりカメラ回されます。そしたらどうしちゃうの？なるほどね。いやまあ確かに観察したくはあるね。いや面白いと思うけどな。はい、何かを探すと思うんですよね。慌てふためいて何かにすがりたくなると思うんですよね。でも検証済みのカメラドーピングも一応あるわけでしょ。はい、それも発動するからね。さすがに何かやるよな。うん、いやただよ、朝一よ。東海オンエアって撮影意外と早くから始めるじゃないですか、うん、基本朝8時からなので、うん、完全なるドッキリだしね。あいつら何も知らないもんね。何も知らない。俺らが早く集まって早く入り踊ってるだけだから。今から夢丸、としみつ、てつやの順番で来るんですけど、一人一つちょっと何かあんのかなっていうアイテムを置いておいてあげます。はい、夢丸は、白い粉、としみつは風船、てつやはでっけえプール、これを置いておいてあげます。何もないけどね。何もないんだね。顔が粉豆に塗ったら損だし、濡れても損なんだよね、ただの。うん、はい、回答例はこちらでございますが、ないでしょ今回の場合は。うわ、ないですね。かわいそうだね。さあ本当にもうこういう企画やり続けると何も感じない人間が生まれるよ。またなんかやってんのか。でも何もないんでしょって言っちゃうから。あの君のネタね、放り投げ系が多いです。仲間を信頼してるネタが多いです。任せた。いいことじゃないの。ということで、信頼すべき3人にこの無慈悲なね検証ドッキリを仕掛けていきたいと思います。まあ僕たちは普通に座ってます。そうだね、待ちますか。はい、待ちましょう。なんだろうな、これなんか競争してるな。何の競争だ、何の競争だ。種目が分からないですか。水を飲むとか。違うのか。なんだ、何の競争。待てよ、これはなんだ。これだ、アメ探せたな。アメある、これ。え、2周目ですか。え、ちょっと待って、マジである。まだ続いてんだよな、競技。これじゃないのか、競技は。え、どれどれ。いや、あれしかないよな、種目。お、入ってねえじゃねえかよ、飴一つも。終了。いや、何が何が何。お疲れ様でした。お疲れ様でしたよ、本当に。おはようございます。何やれます。朝から何ですか。今日何もやってないでしょ。いやいや、カメラ構えて天国と地獄流してみました。なんだそれ。なんだそれ。飴一個ぐらい入れてなんかこうやらせてよ俺に。やる必要ないじゃん、うん、やんなら。違うよ、カメラのテストしつつ天国地獄聞いたんでしょ今。うん、くそずるいなこの後出しじゃんけん感。YouTuber の心理を使ったいじめですよこれ。でも素晴らしかったね、反応良かった。慌てて荷物置いて。なんだろ。なんか始まったなこれ。何のタイムアタックだと思って。最初顔死んでたでしょ多分。眠い顔してたら死んでた。珍しく夢丸テンション低かったなと思う、うん、急にスイッチ切り替えましたね。え、ちょっとこれおもろいな。次はとしみつなんでね、はい、風船をここに置いておいて何をするのかなっていう感じですね。一応片隅にこれも置いとくか。意地悪だな。
うございます。ありがとうございます。おはよ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 う。おはようございます。おはよう。おはようございます。おお。お疲れ様でした。あっ。おはようございます。何？哲也走る説？運動会流せば哲也走る説？これ。何？じゃまだ満足しないこの人。可愛いななんか。もう何？何？もういいよ。もういいって。なんだね。終了。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でーす。なんすか。いや、なんもない。なんもない。なんもない。はい。おはよう。いやいや、おかしいじゃん。カメラを回して、はい、天国と地獄を流してみた。は？嘘。天国と地獄を流したら。のここが気になってた。まあ一応なんか匂わせるもの置いてあるんだよ、なんか。あー、はぁはぁはぁ。いや、別に正解とかは何もないから、うん、哲也君が誤答したのかっていうと全然関係ない、うん、むしろ頑張ってこうと思う、うん、でもなんかカメラマンは全然許さなかった。楽しかったね。楽しかった、おもろかったな。楽しくなっちゃった走ると撮るの。いや、家の中にこういうのあってもさすがに気にならないのよ。まあもう公開用もやだしね。そっか。別にこれがここに置いてあってなんでとはならんかったしな。哲也のためにはね、本当はね、特大なプールを用意してたんだよね。はそしたらね、30分遅れてもとしみつが来なくて、その先に哲也が到着しちゃったんですよ。逆にさ、浅いものだと思ったんだよ。こういうのが準備してない体で動いたから。うん、ここまでちょっと視野を広げたかった。ああ、そういうことね。朝一ではあれが限界だったわ。いやいやいや、よくやったとかないけど、楽しかった。やばいこれやばいですよ。やばいと思う。え、ズボンの倍入るね。悪くは、いやーすげー。もう互いでかいから。マジで全力で急いで準備したんですけど、3分の1しかたまらず、ね、今からあと1分ぐらいとしめてくるんで。もう来ますね。もうちょっと上手に回した方がいいって。何でしょう。結構臭いよこの家。ちなみに誰なんこいつの出したの。間違ってるって。
ってるよ。終了。おかしいよ、終了は絶対おかしい。 あちらにちょっと絶対おかしいぞお前。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れなことしてないです。今来たの全然疲れないよね。カメラ回して天国と地獄を流してみるっていうで、いろいろなんかいろいろ用意してあって、もういろいろっていうか、もうパッと見目指すのはこれぐらいです。そう、まあどう見てもプールがありますよね。、はい、っていう、でもなんもないよっていう、でもなんもないよっていうやつでした。うん、そうなんだよね。だからなんもないから、あのデスネスジェミス今おかしくないんだよ。おかしくないし、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、なんかわかんないけどムカついてくるでしょ。わからんけど。哲也と夢丸は結構翻弄されてたんですよ。うん、トシミツはもう初志貫徹で。いや全く動じないですよ。トシミツなんてさ、夢丸の時とさ、哲也の時はもうね、このカメラマン監督がね、すごいもう撮れ高を欲しがってですね、もう3ループ4ループ超動いてたんですよ。でももう前はめっちゃ迷ってたよ、彼は。監督はでも1ループで止めた。名断ですね。名断だった。おはーんってやったら、おはようございます、おじさん。そうそう。マジ哲也はできることやってたよね。元気、元気じゃないの。とりあえず明るく元気です。すごいわ。無理だ。ドラマのお許し待ちだったもんな。あの曲は元気でしかない。一番近い人がこんなことやられてもさ、何も頑張ろうと思う。あれが違う YouTuber だったら頑張るよ、そりゃ。三者三様のアタフタ、トシミツの不動産も見れて非常に楽しかったでございます。ありがとうございました。いや、なんだろう、めっちゃ俺好きだったわ、これ。めっちゃ楽しかった。いや、おもろかったよ。いや、なんか面白かったね。